ねえ、ジュリーさん、お願いします。うんうんって気持ちよく出せいてくださってるんで。いや、すごい、投げた、投げた、何、何。<laughs> いや、でも、あのね、今聞いてて、あの、私、結構、書いてたなと思った。うん、あの、宇津木さんもさい、宇津木妙子さんが合宿の時必ず最後、うん、あのアンセブン書いて、みんな提出するっていう時も、確か、多分監督、私のように書いてること、意味分かんなかったと思うなって思いますもん。 自分で感じたことを書いて、課題行くわ、こういう、こうやりたいわーって書いてたのもあるし。で、あと、私、あの、アキレス腱切った時、自分でリハビリノート書いた時も、今見たらもう笑えるもん。なんだこれっていうのもあるから、その時の様子だったりとか、その、そのやっぱり角度とか、その直してる時の角度とか、そういうのとかもやっぱりきっちり書いてたのもあって、今見たら面白いし、多分そういうことなんだなと思って。もう書くのって、でも、な、うんだろう。 それでやっぱり知識になるって言うのはそういうことなのかなと。書くの大事だなって。だからそれを、あの、ほら、今、そうやって練習ノートを書かせる、子供たちに書かせてるのも、ある意味やっぱりそれも、やっぱ書けない子もすごくいるし、ナショナルチームでも絶対書けない子もいたわけよ、その反省文とかやつも、2行書くのに3時間かかってる子もいたし、最初は。でもそれ書くことで、こう、なんか、 できるっていうのがあるので、そういうのもやっぱ大事なんだなってちょっと聞いてて思いました。はい、個人的な感覚です。うだからその書くってことが大事って今すごい思う、二つ思一つ、一つ,つ思ったのが、あの、だから、宇津木さんに伝えるっていうことでもないし、あの、自分のヒントになると思っても知らないけど、または吐き出すことも自体が大事であったりとか。そう。 そのプレーのこともそうだけど、うん、本当、自分の、うん、だから自分が思ってることって、絶対伝えるのって難しい、うん、だけど、書いて、少しでもなんか、それで引っかかればっていうの、多分そういうことだったんだなと思って、うん、とにかく自分で思ったことしか書いてなかったし、うんうん、やっぱり今、それをちょっとこの間、そういえば見たなと思って、おかしかったし、<laughs> やっぱりその時のやっぱりね、気持ちもこう、不安定だったりとか、あるし、うん、調子いいときとか悪いときもあるから、それを書いて、やっぱり良かった。 うん監督自身もそれを見て、全員分を見てあの、その人、人となりを見たっていうのもあるんだろうし、この子はこういう性格だったんだとか、そういうの分析されたのもあるんだなと思って、監督は監督でそれでなんか考えてたのかなとか、うんもあるのでそう、いいんじゃないですかね。なんかまたちょっと違う方向行ったけど。いいやや この気ますね。だからね、だから、あ、ちゃんと書けてるからオッケー、あの、中身が伝わりやすいから OK とか、自分が言った通りのことが書いてるから、あ、言ったことは伝わってたら OK じゃあないところでいいわけなんですよね。そう。うん,うん。いいんですよ。伝わらなくてもいいのかなって。うん、ねね。なんか、あの、娘が見てる歴史のアニメで手紙を送ってきたのがあって、で、全然意味わかんない。 何が一回言ってるのかわかんないけども、まあ、とりあえず充実してるんだなって親が安心するシーンがあるんですけど、<laughs> <laughs> そんな感じでもいいかもしれないですもんね。でそこの、ね、噛み砕いた中を翌日かなんかで、対話の中できっかけにしてもいいかもしれないですし。う